やー、はい、どうも皆さん、こんばんは。いやもうこのパレスチナ問題もありますけど、ちょっと振り返ってみてですね、ちょっと今日新聞っていうか本読んでて、真珠湾攻撃ね、あれ日本が、悪いことになってるわけですけれどもですね、もうこれもアメリカが仕組んだということに歴史はなってるんです。アメリカが一発日本に攻撃させろと、そしてリメンバーパールハーバーを演出するんだと、で日本をやっつけるんだというね、あれはですね、おとり作戦で、やった、それに乗った日本も悪いんだけども、いやーでもね、本当におかしいんですね。まあでもね、なんかその宣戦布告が遅れたということなんですね。宣戦布告が遅れたって言ったってね、まあ、1時間遅れて、その間にもう攻めたということなんて言うんですけど、その時の、日本の書記官、奥村勝蔵ねと井口貞夫かな、2人が、前の日おやなんか飲みに行ったっていうんでね、遅れたと、それ、作業が遅れたということで2人が断罪されたわけですよ、奥村勝蔵そして井口貞夫、この書記官たちがですね、作業が施行が遅れたということで、2人が責められたわけですけどもですね、ところがですね、この2人がですね、戦後、外務次官トップに躍り出たんで、2人とも時期がちょっとずれていますけどね、おかしくないですか、あれだけ日本をの失態をさらした2人がですね、外務次官に2人ともなったんですよ。これは私おかしいと思うんですね。で宣戦布告ならですよ、ね、日本にいるグルー国連大使、それに直接言えばいいじゃないですか、明日行きますからってね、宣戦布告する、あれ全権大使ですよね、なんかね怪しいんですね。もし宣戦布告するんだったら国連日本にいるんだから全権大使です、あれ、ね、ジョセフ・グルーに言えばいいじゃないですか、明日行きますからつって、直前でもいいんですよ別にね。それをですね、2人を悪者して、なんかおかしいですよこれ、私今日気がついたんですよ、おかしいこれはとね。だって、モロトフだっけ、モロトフ、ソ連のね、ソ連の 外務大臣が、佐藤ソ連大使に言ったんで、宣戦布告って、だからで言えたんですよ、外務大臣であれば、ね、日本その佐藤、ソ連のですね、モロトフが言った、同じようにあれ、別に全権大使ですからね、あれ、おかしいなと思って、それで井口貞夫と奥村勝蔵が、ね、日本のトップ、外務大臣、外務次官に2人ともなるんですよ、これ、おかしくないですか、どうか皆さん。なんかまだ闇がありそうですね、裏側がね、ちょっと今私も勉強中ですけども、今日気がついたんですね、おかしいこれはと。皆さんぜひですね、まだまだこの日本の歴史というか、全く78年経ってもこれは言いづらいのか、騙し日本人を騙国民を騙しているのか、何だか分からなくなりましたね。ぜひ皆さんそういった目で、この検証というものを、さらに考えていかなければ、いつまでも子どもたちに嘘の教育、騙し教育を続けることになるんですね。どうか皆さんそういった意味で、歴史というものをしっかりと考えてみましょう。ありがとうございました。失礼いたします。いかがですか。